はい、皆さん、こんばんは。こんばんは、ワドツです。2018年の、3月の4日、1時16分です。よろしくお願いします。なんか最近、キツネちょっと離れてるから、キツネやるの怖いんだよね。ワドツ。こんばんは。こんばんは。狐が怖いよ。なんでそんなさ、狐の人って俺のこといじめるの？はい、ワドツ。でも狐の方がアイテム上がるんだよな。なんでなんだろう。意味が分かんないよ、俺は。いや、なやっぱ叩かれたくないんだろうね。人間だから叩かれたらやっぱへこむじゃん。で、俺も傷つくわけですよ。怖いもんは怖いんだよ。なんでかって言われたって俺だって分かんないよ。俺が知りたいぐらいだよ。なんで俺のこと叩くんだろう。なんでみんないじめんの、俺のこと。いじめないで、可愛がって。いじめないでください。叩かれる料金なの？叩かないでよ。楽しくやろうよ。料金だったの？知らなかった。何があったの？いや、別に何もないよ。何かあったわけじゃないよ。はい、こんばんは。ハートプレゼントありがとう。はい、和骨。あ、いじめてない人はいいよ、別に。でもなんでさ、狐の時にさ、こんなに叩かれるんだろう。俺ってそんな悪いやつなのかな。そこまで悪いやつだと自分ではあんまり思ってないんだけどね。はい、和骨、こんばんは。ねえ、魅力ある配信してるよね。もっと言って、そういうこと。もっと言ってほしい。もっと言って。もっと褒めて。バカ、おお、すげえ、バカ60個ありがとう。誰？ 60 個？ああ、ありがとうございます。バカ60個、すげえな。ありがとう。聞き入っちゃう。コメント欄はもう見れたもんじゃないぐらいひどいよ。はい、ワードツー。なんか忙しいな、最近。寝落ち OK だよ、全然。ワドのことに興味ある？興味あるんだったらさ、全然普通に接してくれればいいのにさ、なんでさ、叩くんだろうね。叩くっていう表現がわかんねえわ。叩くの好きなのかな、みんな。晩ご飯はね、アップルパンと、リンゴパンと、柿ピーだね。で、ステーキの肉買ってきたから、後で食べることにした。なちゃんまん。卵味噌は俺のアンチらしいよ。俺のこと嫌いって言ってたもん。あいつは俺のこと嫌いなんだって。あいつ俺のこと好きだと思うんだけどな。嫌いらしいよ。あいつ絶対好きだよね。俺も好きだと思うんだよね、あいつは。俺のこと。でもね、認めないんだよ。嫌いなんだって。嫌いらしいよ、俺のこと。絶対好きだよね。初見さんいらっしゃい。おやすみ。ありがとね。風船100個もありがとう。ゆっくり寝てね。ありがとう。定期ありがとう。定期ありがとう。ありがとう。定期もやってくれるのね。嬉しいよ。さて、作業終わった。卵味噌って人来てるな。人来てる。うん、あれ面白いよ、卵味噌は。実力あると思う。伸びると思う。ファン、来てる時点でファンではないでしょ。
見に来たらファンではない、嫌いで見に来てる人もいると思うよ。に自分で焼くよ、うん、自分で焼く。タバコ吸いすぎだな。ありがとう。ああ、ありがとう。1号さん、1号さんは何きっかけで俺の放送を見てくれたの？1号さん何きっかけ？嫌いに見に来てはないのかな。はい、こんばんは。はい、こんばんは。ハートありがとう。ハートありがとう。いや、連投はいいよ。連投はあんまりひどくなかったらいいよ。3つぐらいならいいよ。うん、これは大丈夫。ただもうずっと打ってるのはやめてっていうね。相談がある？トツかけてくれば？トツいいよ。どんな相談？なんかあった？トツかけておいで。LINE が書いてあるから。どんな相談でも乗るよ。はい、ワード2。まあまあ、安定感はあるよな、俺の配信はな。落ち着いて見やすいと思うよ。ちょっと水入れてくるね。喉乾いた。なんだろう、どんな相談だろう。髪ジェル塗ったんだよ。でももうハゲてきてダメだわ。ハゲてきてるからジェル塗ったらなんかみすぼらしくなる。ダメだ、もうおでこが来てるんだよ。おでこが、コメントでもいいよ別に。ただまあコメントでね、状況がよくわかんないじゃん。文字数があるからさ、まあ全然、うん、まあまあいいよ全然。あ、まあ俺も結構ハゲてる。俺は別に悩んではないけど、やっぱハゲがね、やっぱもうジェル無理だな。ジェル無理だな。ねえ、ダメだよねこれ。あ、ありがとう。あ、いろんな枠見てたんだ。で俺の枠たまたま見つけて楽しかったんだ。あ、よかったよかった。あ、そうなんだ。仕事のミスが多くて ADHD を疑ってる。ああ、はい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 、なるほど。自分であれ俺 ADHD かなっていう状態なのね。ほうほうほう。で、まあ可能性高いかもな。はいはいはい。アスペはじゃない、アスペルガーと似てるんだけど、注意欠陥多動性障害って言って、まあミスが起こりやすい病気ではある。発達障害の一種だね。うん、ちょっとわからない人にも説明しようか。心療内科に行けばいいですね。はい。ADHD はまず心療内科です。はい。正解です。これが分かりやすいかな。これが分かりやすいかな。これ発達障害って言われてるのを大きく分けると3つあるんですよ。ADHD、これね、今相談受けたの。で、俺は自閉症スペクトラムっていう方のアスペルガー症候群ね。俺はこれとこれが併発してる。ここにいます。ここか。俺はここ。俺はここにいるタイプ。アスペルガーの ADHD のかぶさってるここで、この人は多分ここなんじゃないかって、集中できない、じっとできない、衝動的な行動、まあミスが多いとかね、
そういう、まあこういう表があるから見てみるといいよ。広汎性発達障害っていうのの、俺はアスペルガーの。で、注意欠陥多動性障害が混ざってるから、この辺にいるって感じかな。うん。そうそうそう。そう、一番色が濃い場所にいる。でもね、LD って言って学習障害は多分なかったはずなんだよ。これはね、文字が読めないとか、あ、でも俺漢字が書けなかったからな。多分ね、LD も持ってたんだろうな。算数は得意だったの。でも、漢字が読めないんですよ。漢字が書けないのは何だろう。習字。これかな？多分これ持って、あ、ここだね。ど真ん中だね。多分俺。俺だから典型的な発達障害な。ただ、知的障害を持ってないから、多分ここのど真ん中だと思う。難しいんだよ、これ。これはアスペは軽くあるんだよ。俺は軽いの。アスペの方が軽くて、実は注意欠陥多動性障害が強い。ど真ん中だね。うん。仕事で混雑すると頭が真っ白になって記憶がたまに飛ぶ。ああ、あるね。ああ、もう、あれだね。多分注意欠陥多動性障害だろうね。ただ、俺は医者じゃないから、病名は確定。俺は診断書を出したりはできないから、病院に行くしかないよ。いや、ど真ん中じゃない。障害者のど真ん中だからね、あれは。ザ発達障害だから。最近流行りのプチアスペではない、俺は。がっつりアスペ。がっつりアスペなんだけど、ADHD の方が強いの、俺は。あ、レジが苦手。うん、まあまあまあ、じゃあ、あるよ。相談しな。俺にいくら相談しても、こっから先無駄だから。こっから先は無駄。俺にいくら言っても。無駄無駄無駄。うん。病院。私逆に IQ。いや、29号さん誤解してるよ。IQ の高さ関係ないから。アスペルガー症候群の発達障害に IQ の高さ関係ないから。IQ が高すぎるからアスペ気味っていうのはない。いや、自閉症スペクトラムの話だと思うんだけど。風船100個ありがとう。ゴリゴリのアスペではないんだけどね。まあ、普通のアスペ。普通のアスペの意味がわかんないけど。アドさん、あんまり満喫をいじめないで。いじめないでっつうかさ、いじりだよ、いじり。いじめてるわけじゃないから。あの人、ピュアな人なんだね。あそこのリスナーさんも。俺、いじめないよ。だってよ、絡みないもん。ね、笑い取ろうとしてるだけだから。満喫を好きとか嫌いとかじゃなくて、初めましてだから。うん、好きも嫌いもなくて、いい人だなって感じ。うん。これから付き合いができてかないと分かんないよ。風船、バガーありがとね。ワダツ。好きか嫌いかじゃなくて、今日初めましてだったから。うん、いじめるつもりないよ、俺は。メガホンありがとう。メガホンありがとね。え？マンキツオに会ったことあったっけ？いつ？え？マンキツオに会ったことあった？いつよ？俺覚えてない。笑うよね。アメリカ人とマンキツオ？会ったことないよ、俺。ないないない。俺は記憶がない。え？ないよ。マンキツオ会ってないよ。アスペや ADHD は、うん、一生付き合っていくしかない。生まれた時からの先天性のものだから。要は、発達障害って脳が発達しなかった部分が一部あるっていうこと。え、記憶が飛んだ？え、練習会にいたの？満喫を。いたの？ごめん、俺が認識してない。知らない人だらけだって思って、俺満喫がいたの知らないんだけど。どの人が満喫なのかわかんないんだけど。あれでしょ？辰彦とアメリカ人の練習会の時でしょ？辰彦主催の。文鳥しつけできなかった。あの時マンキツオいたの？うん、わかんない。俺マンキツオがどの人かわかんない。だから、まあ、向こうは分かってたんだろうね。俺マジで、俺今初めて知ったもん。マンキツオがいたかいないかとかじゃなくて、マンキツオがいたっていうことに今驚いてるの。
そう、顔出してないとわかんないよ。俺からしたらリスナーさんだと思うじゃん。いたんだ、満喫を。だって向こうから言われないとわかんないじゃん。うん、どの人が満喫を？いた？だって俺 SEO もかけてないもん。俺と、自分で動画編集やったから、あれは。自分が撮影した動画だからさ。この中に満喫王がいたってことでしょ？こんな、え、これじゃなくて。どれだ？あれ？これか。この中に満喫王がいたってことだよね。この中にいたってことでしょ？どれが満喫王？どれ？この中にいたってことでしょ？どこにいんの？これ知らないよ。そんなの。どこ？どれが満喫王？こんなのわかる？こん中に満喫王いますって言われてわかる？これじゃない？え、いつ？いつ？わかんない。この日だと思ったけど。いた？誰？どの人？俺会ったことないよ。俺人の顔じゃなくて、俺人の顔と名前をセットで覚えるのが苦手。マッハ道場にいなかったよ。マッハ道場に満喫王なんかいなかったよ。いなかった、いなかった。さっきの動画で合ってる？わかんない。わかんないわ。いや、そんなこと言われたってわかるわけなくない？だって、俺からしたらさ、リスナーさんかって思うでしょ？さっきのどう？マスクしてた長身の人わかんないわ。わかんない。俺に、わかんないんだよ、そういうの。まあいい、しょうがないでしょ、俺からしたら。ねえ、だから、のんちゃんに電話変わった時、のりこさんお久しぶりですって言ってたから、何言ってんだろうとか思って。絡みねえはずなのになと思って。多分のんちゃんも分かってなかったよ。はい、こんばんは。多分あの日だと思うけど。かそ生主あるある。 結論分からないだよ。だって分かんないもん、分かんないもん。嘘ついたら相手余計傷つけるでしょ。まあまあ初めてしたね。ねえ、のんちゃん、満喫をさっきトッツかけたじゃん。練習会の時に満喫をいたの知ってた？でしょ？ほら。ほら。いたらしいよ。ほら、のんちゃんもわかんないっつってんじゃん。ねおちー、ありがとう。パフェありがとう。いや、すでに傷つく。いや、しょうがないでしょ。そんなこと言われたって。本人が満喫をですって言わないとわかんないよ。のりこの方が有名だからね。のんちゃんだってあれだもん。捨て頃とか行ったら多分囲われるよ。のりこさんだって言われるもん。どこ行っても言われるもん。なんか半分生主扱いなんだよね。下手な過疎生主より知名度あるよ。のんちゃんだって囲まれるもん。のんちゃんイヤンパ扱いなんかしてないよ。何もなかったら会ってないのと同じ。キツオさんイケボだよね。マンキソウさん、いい声してると思う。のんちゃん愛してるよ。愛してるに決まってるじゃん。付き合ってんだから愛してるだろ。愛してなかったら付き合わないだろ。だから俺の印象はさっきの凸が、あ、どうも、はじめまして、マンキソウさん、よろしくお願いしますの枠だよ。本当に。向こうは2回目だったんだろう。よくあるあるだから。のんちゃんを研究材料として見てない？ あ、ごめん。それは少しあるかもしんない。 これは俺の悪い癖なんだけど、それはある。それはある。ごめん。研究材料っていうよりも、俺はね、観察がすごい好きなの、人の。だから俺が、石野も研究対象だし、ドルさんも研究対象なの、実は。それは悪い意味じゃないんだけど、研究
したいっていうか、その人を知りたいっていう欲求の中にどうしても観察をしちゃうっていう部分は俺の中であるね。ごめんごめん、キツオの傷が広がるね。もうやめよう、キツオいじりは。うん、のんちゃんをフルテンガ、フルサイズテンガ扱いなんかしてないよ、やめて。ドレさんとイシノは、イシノはポケモンだと思ってるけど、ドレさんはポケモンではないかな。うん、命の歯が、いや、あそこはぶっ込むしかないでしょ。だって全然面白くないんだもん。だって俺のリスナーからしたらさ、マンキツオとアイラが喧嘩したところでさ、人の枠で何やってんのこいつらって話じゃん。カマーユとのコラボ、え、カマーユさんと連絡取ってないよ俺、絡みないよ。うん、いや、あれはぶっ込むでしょ、あれはぶっ込むしかないよ。のりこに体張って笑い取ったんだ。あの命の母で花火上がんないのずるいよな。今日全然稼げなかったよ。アイラに時間取られただけでさ、呪縛やってたら花火上がってたのにさ、ふざけんじゃねえよ、マンキツオとアイラ。営業妨害にも程あるだろう。呪縛やらせろよ、呪縛。神あゆさん、釜あゆさんは知ってるよ、有名人じゃん。うん。つながりはないよ。名前と顔だけ知ってるだけで。名前と顔ぐらい？配信内容わかんないけど。そんな知らない人、いや、つないでね、コラボの依頼来たら、まあ全然受けるけど。和道さんの言うポケモンってどういう意味？いや、そう、ポケットモンスターだよ。言葉のまんまだよ、ポケットモンスターだよ。トゥ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 ってこうやって投げて、モンスターボール投げて、俺のこと攻撃してくるポケモンと、俺が投げたポケモンが戦うんだよ。アイラはただのアル中だからな。うん、あれだけ言ってアイラが和道の花火師フォローしたらウケんのに、あ、それは爆笑だよね。クソかっこ悪いよね。うん、あの花火投げてやるよっていう言い方がムカつく。うん、あのそういう態度のリスナーいらない。そういう態度ムカつく。うん、あの普段応援する気がないんだったら見なくていいよ。うん、花火投げてる人に失礼だから。何々だったら投げてやるっていう態度のリスナーいらない。なんか腹立つわ。ポケモンって最近定着してきたよね。なんかさ、他の配信者も使うようになったよね。もともと俺が使い始めたんだよね、ポケモンって。そしたらね、他の配信者が真似し始めて、そうそう、ファミリーが普通だったのね、今までは。なんとかファミリー、よっさんファミリーとか言ってたんだけど、俺はその言い方なんか違うなと思って、自分らしくポケモンって言ったんだけど、そう。そう、人参ぶら下げるみたいですげえやだ。そう、そういう不快感がある。俺はポケモンを言い出したのは俺だね。もともとはサブカル用語なの、ポケモンって。女ポケモンっていうサブカル用語があって、そこから引用したのね。で、女ポケモンってどういう時に使うかっていうと、あのテレビに出てるさ、有名人とかが自分のその飲み会の時に自分の女性を自慢する時、自分の人脈で女性で変わったその人脈っていうのを紹介しちゃうのよ、文化人って。要は俺こういう女の子知り合いなんだよっていう、グラビアアイドルとか女性漫画家とかっていう自慢大会をよくするんだって。文化人が、テレビプロデューサーとかが、お、何々ちゃんって言って、要は俺はこんだけいい女の子とか、こういう個性的な女の子を持ってるよっていう意味で、女ポケモンっていうその使い方をするの。そう、でもさ、ほら、こうやってポケモンっていう言い方、和道ポケモンとかなんとかポケモンっていう言い方が浸透してるじゃん。誰が真似してんだよって。だって、他で言われてるから使いか、そう。あの、浸透してきてるわけだから。そう。もともと業界用語だ。うん。そうそう、ドレさんとかも言ってるよね。ドレさんがいかに俺のリスナーかわかるよね。
で俺のリスナーで配信者である以上俺にとってはポケモンだよね。かそってるね今日はね。自分がポケモンって言われて嫌っていうかイラッとしたりとか怒るぐらいだったら俺とつるみはできないよ。うちのリスナー向いてない。だから海宝とかポケモンとか言われてるたりのりことかポケモンって言われても全然嫌な感じしないじゃん。42号うざいわ、うん、悪い意味だよ悪い意味だけどやっぱ毒を含ませた方が俺はちょっと毒がないと面白くないの。だからちょっとうちの放送は毒があるよそうそうそう、花火師のポケモンだから俺は。そう、花火師が本当の、ま、あのポケモンマスターだから。俺もポケモンなの、花火師の。花火師っていうかリスナーさんのポケモンだよな。だからそれこそ配信者なんか花火師さんにキャバクラとか呼ばれて、これ知ってる和道くんとかどれくんとかさ、俺友達なんだとか言われたらポケモン扱いされてるわけじゃん。これが正しい本来の意味のポケモンとして扱われてるわけだから。キャバ嬢とかに何々くんだとかヒカルくんだとかやったらポケモン扱いだよ、うん、そうそう、誰かの愛されポケモンになったもん勝ちだから。そう、うん、そう、はい、ワドツーいらっしゃい。そうそう、みんながポケモンマスターになったりポケモンになったりしながら楽しんでる。なんかそれをマジレスして人間をゲームのキャラクター扱いですかって言われちゃったら俺の放送楽しめねえだろってなるでしょ、うん。うちは大人しか来ない。そういうギャグも受け入れてくれる心の広い人しかリスナーさんにならない。おー、夏あたりに働き出すんだ。おー、いいんじゃない。うん、今ニートってこと、学生ってこと、もういいんじゃん。アルバイトやるのも楽しいよ。仕事好きだからな俺。まあさすがに立場的にね、もうアルバイトとかパートとかね、契約社員とかできなくなっちゃったからあれだけど、もうやらないけど、俺働くのは好きだよ。いいことだよ。出会いもあるし、ワクワクするし楽しいよ。お金も貯まるしね、いいことだ。やりたくてもできないもんな、もう。職場に迷惑かかっちゃうから。アイラ？結果？いや、結果っていうか、俺からしたらなんか、よくわかんないよ。酔っ払っていきなり俺の枠で喧嘩されたんだもん。なんで喧嘩してんのかもよくわかんないし。うん、よくわかんないよ。いや、働けないっていうか、まあ、働いたら絶対もう特定されて電話かかってくるから、うん、スタンプやめて、めんどくさい、ね、やめて、全員ブロックね、ね、スタバクやめてくんない、うるさい、スタバクやめろよ、あの、ブロック、こいつ、マサヤとかいうやつ。ブロックね。あの、配信中だからこういうこと気遣いできないんだったら LINE 登録しないで。あの、こんなの自己満でしょ。知らないアイラのリスナーがどういう客層か。うん、まあまあね、
子供、今旦那の収入安定したら働こうか。あ、偉いじゃん。奥さんの鏡だよ。本来そうやって助け合うのが夫婦だから、いい夫婦だよ。羨ましいよ。最近しこってますよ。はい。偉いね。いい奥さんだね。旦那さんはこんな奥さん、こんないい奥さんね、いないよ。旦那が苦しいから私も少し小遣い稼ごうって。うん、安倍政権リベラル。だってあれだよ、自由民主党って書いてあるじゃん。自民党ってもともとリベラルから始まってんだよ。自由民主党って書いてんの。いつから保守になったの、自民党って。自由民主党ってリベラルって書いてあるじゃん。自由と民主って書いてあるんだから、思いっきりリベラルじゃん。日本のリベラルとさ、そのアメリカのリベラルって逆転してるじゃん。だから国の、だから戦争で負けたからぐっちゃぐちゃになったんだよね。もともと自民党はゴリゴリのリベラルだよ。うなちゃんマン面白い。うなちゃんマン面白いでしょ。俺はブロックされてるから見れないけど。お、いや俺全然呼び捨てにされてるよ。呼び捨てにしていいよって全然言ってるよ。和道さんって言わなくていいよって。みんなの方が年上でしょって。まあみんな和道ちゃんとか和道とか呼ぶじゃん。これ全然頭に来ない。むしろさん付けとかいらない。まあそれでもさん付けたい人もいるから、その人はまあいいよって言うけど、俺全然リスナーさんのこと呼び捨てにするよ。気使いたくないもん、インターネットで。アフガニスタンについてどう感じる？戦争のこと？アフガニスタン戦争のこと？国？国は分かんない。どういう国なのか俺行ったことないから。戦争、まあアフガニスタンはね、アフガニスタンズがまあね、一回のアルカイダって組織潰しただけだから。ワドピョン、リベラル保守とか言ってる人たちは保守とリベラルの主張を理屈もへったくれもなしにつまみ食いしたいだけ。なんで俺に政治のこと聞くの。あなたの方が詳しいと思うよ、俺より。なんで中卒の俺にさ政治のこと聞く方がおかしくない？俺だったら中卒の人間に聞かないでさ、もっと頭のいい高学歴な人に聞くけど、あなたの方が絶対詳しいよ、政治は。俺分かんないもん。まあね、多分じいちゃんが政治家だったからっていうのもあるのかもしれないけど、沖縄自民党のね、初の総裁だからね。あ、違うか。なんて言うんだっけ。沖縄自民の総裁、合ってるか。和道さん、1ヶ月配信して、さっき配信で2人しか来ませんでした。そんなもんだよ。そんなもんだよ。むしろ2人来たんでしょ。大成功だよ。そんなもんだよ。毎日8時間やってんだよ、こっちは。5年間も狂ったように。それが普通だよ。人工地震なんて俺は存在しないと思ってるね。ああまずそもそもなんだけど、人工地震自体がオカルトだと思ってるから、そんなもの存在しないと思ってる。ハープでしょ？ないね。
閲覧増やす方法、じゃあ本当に本気でやるんだったら教えてあげるよ。いや、和道流配信術ね、弟子にしか教えてない、解放にしか教えてない秘伝の技を教えてあげようか。配信で誰でも俺ぐらいになるっていうか、中堅どころになるぐらいだったら教えてあげられるよ。ただ本気でやるならね、和道流看板背負う？和道の弟子名乗るの？弟子名乗るんだったら和道流配信術を本当に教えてあげるよ。今46で55歳になるまでの10年間貯蓄して老後楽しみたい。ああ、セカンドライフってやつか。じゃあまあまあ、バイトするのありだと思うよ。全然いいじゃん。いい夫婦生活じゃん。いい奥さんだな。じゃあ言いますよ。仮想配信者の、もう、うわ、わかるってみんな言うやつね。仮想配信者ある。行くよ。行くよ。みんな見ててよ。誰か来た。コメント書いてください。コメント書い、誰か来た。誰ですか。誰が見てるんですか。コメントください。どっから来たんですか。誰か見てますよね。誰か見てますよね。コメント書いてくださいって、これ面白い？いや、下の方の枠行ってごらん。こんな感じだよね、仮想枠って。これを見ようと思う？思わないでしょ。だから俺はそこに気づいて、ずーっと誰も見てない時に喋ってた、ラジオみたいに。これができないとダメ。これができるようになって初めて成功するんですよ。さらにラジオとかだからもうわけわかんないでしょ。見たくないでしょ。でも仮想ってこれだから仮想なの。要は何をするかっていうと、リアクションが欲しいってことじゃん。コメント書いてくださいって。リアクションなの。アクションをして反応って意味なのね。だから、リアクションが欲しかったらアクション起こせって。俺は常に言ってる。アクションって何？喋る、踊る。歌う。何でもいいよ。アクション起こしてるやつが勝つんだよ。で、次のステップね。これ基礎中の基礎っていうか当たり前の話。次の話なんだけど、新規は必ず来るんだけど、新規の滞在時間を増やすのが配信者。要はさっきのリアクションでパッてすぐブラウザバックするでしょ。つまんねえや、つって。だから、どういうことかっていうと、1秒しか滞在しなかったのを5分滞在させる。1人を5分滞在させる力だけでいいの。1人を5分とどめる。1人を5分笑わせるとか。1人を5分いつかせたら、その5分間の間に次が来るじゃん。で、この人が5分と5分だから被るじゃん。で、抜けるかもしれないけど、この人の5分が溜まってるコーション。っていう風にフォローが増えていくと、どん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 溜まる確率が上がっていくの。っていうのが俺の理論。まずは5分とどめさせる。それを10分にしたり1時間にするっていうのは配信者の腕なんだけど、まずは3分でも5分でもその人をとどめさせるっていうのを意識すること。そうすると新規が来る確率っていうのは変わらないから。わかる？言ってる意味。だから1秒でブラウザバックさせるの、5分ブラウザバックさせなかったら勝てるんですよ。そういうこと。俺はもう長いからあんまりそこは気にしてないけどね。もうだって絶対枠開いたら必ずね、100人以上集まるわけだから。まあマジレスするとそんな感じ。俺仮想枠とかたまにパッて見て、ああこんな感じかっていうのやってたよ。研究してたよ。いや最近はやらないけど、最近俺のアカウントでワドツってとか、こんにちはとか、ワコツって書いたら、ワドさんだ、偽物ですよねとか言われるんだもん。ワドさんってなるんだもん。絶対なるんだもん。コメント書きづらいもん。絶対言われるんだもん。偽物ですよね。本物だって。必ず言われるよ。また言われたって思うもん。
のんちゃん横で聞いて、まだ笑ってるんだよ、横で。また言われてるって。俺がコメント書くと、偽物だよって言われる。で、ポチってなんか作業すると、ああ、本物だ、ごめんなさいって言われる。過疎で、いや、だから俺は放送も見てないから。わかんない。ツールは俺プログラム書けないからわかんない。コード書いてるだけでしょ。何を目的で、っていうかね、あのね、はっきり言うけど、多分ね、売れる人と売れない人にはすごく明確な差があって、売れない人は有名になりたいとか人を集めたくて配信やるんですよ。わかる？注目されたくてやるの。でも俺らって理由違うんだよ。俺らはね、喋るのが好きだったり表現するのが好きだから売れるのね。だから多分ね、人を増やしたいとかあんまないんですよ、僕ら。だからそこが違うんだよ。うん。俺は喋るのが好きで、これを仕事にしたいから、多くの人に聞いてもらいたいっていうのが、まず動機なの。一番の。喋りがとことん好きで、これを仕事に変えたいっていう。だから、多く見てもらうとかじゃなくて、閲覧を集めるとかじゃなくて、ただ単に喋りたいの。だけど過疎の人って喋りたいわけじゃないけど、有名になりたいから動機が入ってるから、だからそこの差だっていうのはあると思うよ。そこの差なんじゃないの、動機の違いでしょ。動機のだから、まあ差は出るよな、どう考えても。うん、あ、ありがとういちごさん。多分今なんかプレッシャーさらにね、食ってかないと死ぬからね、アイテムもらうっていうのも意識しないといけなくなったから、ほんとつれえよ。だって収入がなくなったら俺食えねえもん。売れてないかな、売れてると思うよ、あなたより。いや、あなたが見に来てて売れてねえじゃんお前って言われても、売れてるでしょ。少なくともあなたより。だってあなたは俺のこと認識してるんでしょ。うん、売れてるじゃん。俺知らない人に街で声かけられるよ。売れてるじゃん。有名になりたいとかそういう心理がちょっと理解できないね。やりたいことやればいいのにね。だって表現のツールだよ。せっかく表現できるんだから、やりたいことやった方がいいよ。でしょ。ふざけんな。何が、え、何が何が何が何に対して。うん、透明マントが欲しい。うん、死んだら透明マントだから大丈夫だよ。和道の配信超えられるとやったが甘くなかった。だって俺5年やってんだよ。どんな世界で5年絵描いてる人とさ、初めて1ヶ月ですっていう人、どっちが評価されるよ。5年芸人やってますっていう人と芸人ゼロって、よっぽど才能あるんだったら別だよ、天才的な。でも5年のキャリアがあってさ、勝てるわけねえじゃん、普通に考えて。そんな甘い世界じゃないよ。はあ、46って卵味噌センスあるなめちゃめちゃセンスあるな。卵味噌か。あ、そういうことか。うん、お前は才能あるだろ。唐揚げ大好き二人とも、お前はセンスあるだろ。よく気づいたね、20号さん。すごいね。知らない人に怒られることもある。怒られることはないね。ないです。ないですね。
やっぱり声かけてくれる人はやっぱね、芸能人みたいに扱ってくれるよ。わーみたいな。和道さんみたいな。でも普通に外配信やってたらね、みんな見てるもんね。声かけられてるところね。みんなよくしてくれるよ。鋭いね、25は。笑うわ。いやー、ありがとうございます。唐揚げ好きだよね、あいつね。俺にはよく分かんないけど、唐揚げは好きだけど、あそこまでテンション上がらない。多分あれ34とかじゃなかったっけ？ 36 だっけ？ 36。俺もすでに唐揚げね、胃もたれするなとか思い始めたけど、まだ唐揚げ好きなんだ、あいつ。興味ない。どうも思わない。どうも思わない。そう、生理的に無理だよね。あ、近江総長か。いや、すごいよね。36歳であのテンションだもんだよ。のんちゃんはなんか、また丸くなっててへこんでたよ。星がチカチカする。光がチカチカするって言ってた。丸くなってた。いつものやつ。あ、いびきかいてる。いびきかいてる。知らない。別になんか見たいもん見りゃいいじゃん。別にミュウツー見ようがさ、孫子見ようがさ、何、俺のアンチやってんの誰？ミュウツー、孫子。まあ誰でもいいけど、別に見たいもん見りゃいいんじゃないの。それをなんで俺に言ってくるのかが分かんないんだ。俺気にしてないじゃん。自分から言ってないじゃん。何がそんなに、別に見たいもん見ろよっていう。見たいもん見て囲いたいやつ囲ってりゃいいじゃんって。俺関係ないもん。もっと俺のリスナーだろうが、俺自身じゃないから。メガホンの件の追い込み方が論理的でとってもスマートでした。ありがとうございます。彼女は精神病っていうか、感情障害っていう、感情のコントロールが、まあまあ精神病だね。アンチ恥ずかしくなったの分かったでしょ。いろんな人見ると分かるでしょ。それは大きな気づきだよ。まあ、眠くならないよ。ただ、高血糖っていうのは起こすから、異常に脳を使うから、言語やってすごく複雑なのよ。エネルギーすごい使うのね。だいたいね、2時間トークすると、フルマラソンと同じぐらい脳のカロリーは使うって言われてんの。だから、配信外とか俺フラフラだよ。本当に意識飛びそうになって買い物とか行ってて、のんちゃんがまた凍結を起こしてるっつって、しゃがんでとか、そう、飯食わないでバーってアドレナリン出ながら喋ってるから、フラフラだよ、脳みそ。俺は誰も見ない、放送は。あ、まあ、ドルさん一番今見るかな。でも、本当にごく一部の人しか見なくて、配信で面白い人なんかいないよ。でもいいんじゃん。アンチは別にしていいと思うよ。腹減らないっつうか、楽しいから忘れちゃうんだよね、時間を。いやね、運動とは違うから、脳のカロリー、要は脳の糖分は使うけど、その体は太っちゃうんだよね、だからオーバーするから。だからみんなブクブクじゃん。運動してないからブクブクでしょ、配信者って。ドレさんのお見舞い行くも何も、一昨日会ってたよ、俺。ドレさんのお見舞い行くじゃなくて、ドレさんが休んだ方がいいよって言ったの、俺だから。5時間会ってたの。プライベートで。俺よく会うんだよ、ドレさんと。お見舞いもクソもねえよ。ドレさんが暇だから遊ぼうぜっつって、会いに来るんだよ。ここに座ってんだよ、ここに。しまいにはお前、一昨日なんかここに来て、ただいまって言いやがったんだよ。で、のりこがお帰りっつったんだよ。
お帰りじゃねえよ、ここ俺の家だよ二人とも、みたいな。ドレさんがただいまっつって入ってきて、のんちゃんがお帰りって言うんだよ。配信外だよ、配信外だよ。で配信回すの嫌がるの、わかんよくわかんないけど、ここの家にいるわ。お見舞いもクソもねえんだよ、だから、2,3 回あるねこの家は。いや配信回したくないんだよドルさんが、だからプライベートで話したいみたいな、俺とは。っていうかね、無理、あのドルさんが俺と喋ってる時、まあ 4,5 時間喋るんだけど、毎回あの悪口ばっかりだから配信者の悪口しか言わないから配信回せない、だから無理なの。配信したら、いや俺ずっと言ってるよ、配信回せばいいって言ってんだけど、悪口なの基本的に。だからあの回せないの。誰の悪口かって、いやまああれだよ大体想像つくでしょ、性格に悪いな、性格に悪い、ん何言ってんの、コメントまあ読むこと多いかもね。あでもね、最近便所さんは悪くないっていうことにやっと気がついたみたいよ。やっと便所さんが悪気がないっていうのにやっと気がついたみたい。いやもう便所さんの悪口ひどかったよ。いやだから誤解だっつってんの、ずっとフォローしてんだけど最近気づいたみたいな、あれ便所いいやつかもしんないみたいな今頃みたいな。いや、いいやつとも言わないけど、あれもしかして俺便所のこと誤解してたのかもとか最近になって。だからその前はな、悪口っていうかなんつうの、あのね、悪口とも違くて、あの人リスナーなのよ、発想が。だからそのなんつうの、あいつがダメだとかよく言ってるリスナーいるんでしょ、あんな感じよ。いやだからその鮫島さんもこの前のトツで誤解が解けたみたいな、思い込み激しいのよ。そうそうそう、いや愛子さん会いに行ったかどうかわかんないけど、まあまあまあいいんじゃん、知らないよ、俺はそれ話聞いてるだけだから、いや人の名前出さないとって別にね、誰のこと言ってんの、ドルさんのこと、俺のこと、俺は質問に答えてるだけだよ、やめてくんない、気分悪いわいきなりなあ、そうそう被害妄想、でも被害妄想持ってる人って本人は被害妄想持ってないと思ってるから言ってもしょうがないんだよ。ドレさんのやついくらくらい、六本木だから10万超えんじゃないの、10万超えるだろう。被害暴走うまいこと言うね。配信に飽きたことは、飽きたことはないけど、あのもうダメだっていうのは何回もあった。本当にもうダメだって、もう終わったっていうのは何回もあったね。飽きたっていうのはない、もう続けんの無理かなっていうのは何度も何度もあった。もうそんな数えきれないよ。 あそこワンルームでしょ、7畳とか8畳とかそんなもんじゃない、そんなもんだと思うよ。12万ぐらいするだろうね、六本木だったら。こんばんは。まあドレさんが住んでる六本木だから異常に家賃が高いところであるでしょ、港区のトップレベルでしょ。まあ最近はね安くなってるだろうけど、家賃も。浅草はまあ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 そこそこ安いんじゃないの。カキピー取ってくるわ。いやそんなもんだよ、相場だよ、むしろ安い物件だよあれ。なんか駅前の六本木の歩いて1分の駅前のマンション5畳で22万とかだったからね。
いや、六本木かっこいいじゃん。六本木に住みたいでしょ。これ六本木結構好きだよ。いや、金持ってるかどうか知んないけど。俺引っ越したいよ。な、貧乏だから無理なんだよ。引っ越したい、引っ越したい。田舎の方がいいな。どこだろうね。四国の松山とか。あ、高円寺いいね。高円寺。東京だったらまあ高円寺とか中野とか下北とかいいね。高円寺最高。北海道旅費出してくれんなら行くよ。旅費と宿泊代出してくれんなら全然行くよ。むしろ日本全国どこでも行くよ。沖縄でも何でも。ホテルと交通費代出してくれんなら。府中、どこだっけ、府中って。いや、便利や、便利や。西新宿の。東京は全部狭いよ。高円寺散歩2回ぐらいやったよ。デート配信。のんちゃんと歩いて。荻窪か、行ったことないな。俺の実家？行かない、絶縁だもん。警察呼ばれて終わりでしょ。絶縁してんだよ。行かないよ。他人だもん。なんでって、俺捕まってんだよ。俺の家のドア、かっこいいかな。なんでなんだろうね。埼玉に住むの流行ってるよね。ねえ、本当だよね。2号さんの言う通りでさ、働くのバカバカしいと思うような社会やめた方がいいよね、もう。働くのが罰ゲームみたいに言われてんの、俺ほんと微妙だと思うもん。え、いいのいいの。絶縁してんの。あ、富里インターのベーシアよく行ってたよ。あの辺に住んでた。プリンセスガーデン。いや、詐欺事件で捕まったの。いや、心配とかしてないでしょ。子供じゃないんだから。いいんだよ、別に妹も弟もいるから。俺はいなくていいんだよ。あそこに俺の居場所なんかないから。カキピー。何年だ、母親？何年かな。何年会ってない。7年ぐらい。いや、知ってるも何も、そのとっくに前からもう縁切ってるから。7年前から縁切縁切ってるともしなくて、もう縁切ってるの確定みたいな感じ。だから実家に帰った時ばあちゃんがいて、要は兄弟も母親とも会ってなかったけど、
母親とっくに再婚して家から出てるし、弟妹は働いてんで、子供結婚もしたらしいよ。子供もいるらしくて。いや、ばあちゃんにもう会うことないだろうけど、会うことないだろうけどとは言われなかったけど、まあ人生楽しく後悔のないように生きなさいって一言言われたから、改まって。まあばあちゃんも死ぬまで元気でなって、ありがとうなって言った。な、空気でそう思う。会うの最後だって、年寄りだから分かるんだよ。改まってしっかり生きなさいって言われたから、ありがとうっつって、ばあちゃんも最後まで元気でねっつって。愛はどっち？俺は冠婚葬祭気持ち悪いから関わんない。俺はそれは子供の頃かな。俺成田。冠婚葬祭宗教嫌いだから関わんない。まあばあちゃん先長くないからだろうね。いや、密にしてるよ。あ、最後にばあちゃんに会ったの、だから、それが、ばあちゃんに会ったのが、何年前だ？ 5 年前。5年前かな。OBS だよ。行くよ、いいや。カキピーでいいや。将来不安？いや、頑張ってタクシーで働いてんだから大丈夫し。彼女もいるんだし。親父が声高いの。俺より声高い。親父、これは。あと、父親方のばあちゃん。高光って。もうほんとこんな声だよ。元気って。高光って。ほんとこんな声。子供欲しいっつうか、だからもう、子供はもういいや。ちなみに俺とのんちゃんは子供できないよ。親父とも連絡取ってないね、最近。もう1年ぐらい取ってない。未来のことは約束はできないな。俺歌うまいよ。よくギター弾いてるよ。俺のギター配信すげえ好評だよ。歌多分配信界でまあトップレベルだ。何回も言うけど、のんちゃんは子供できないって生理止まってるとかじゃなくて病気でできないのね。もうさ、そういうさ、何回も言わせんなよ。その子供できないのとか結婚しないのとか子供欲しくないのっていうのはさ、おせっかいだし、その一言でのりこを毎回傷つけてんだから、もうさ、デリカシーないよ、リスナー。なんでそうやってさ、子供とか、そういうデリカシーないこと言えんだろう。いや、子供作らないのって最低な発言だよ。親でも最低だよ。いや、聞いてない人に言うのはね、あれだけど。ほんとデリカシーない人多いなと思って。ねえ、よす様の家族計画にね、口出すんじゃねえよな。
いや結婚しないのとかも失礼な発言だよ。もう嫌い。子供いるのは幸せだよな。仕事何されてるんですかとか、いや黙って切ってっていう思うよ。黙ってても、俺ねバーのね師匠に言われたの、トークとかどうしてんですかって、どこで勉強してんですかって言ったらね、和道くんってトークにとらわれてるだけじゃまだ半人前なんだよって言われて、バーのマスターに、俺師匠に、立ってるだけでかっこよくないとダメなんだよって、立ってるだけで、あのインテリアの一部にバーテンダーがなってないとダメなんだよ。もちろん喋りを極めるのもカクテルを極めるのもそうなんだけど、置物にもなる能力を覚えた方がいいよって言われた。そう、かっこいいよね。この枠の意味がわからないってどういうこと？何？この枠の意味がわからないってさ、どういうこと？なんかこの枠の意味がわからないんですけどってコメントあったんだけど、いやだからインテリアっていうか、その店と一体化してて、その黙っていてもそのなんつうの、置物として生えてるというかっていう要素もバーテンダーには必要なんだって言われた。話す方の助言っていうのは、いやだから本を読んだり経験したりとかコミュニケーション学んだりっていうのは誰でもやることだからっていう、だからもっと深い話ね。そうじゃなくて、君喋り上手いんだから、むしろ要は攻撃力ありすぎるんだから防御覚えなよって言われたってことね。そっちそっちじゃんって、君いつも攻撃攻撃じゃんって、コミュニケーション取らなきゃ取らなきゃっていうのがうざい人もいるんだよっていう、そうそう、雰囲気とか存在感とかも磨かないとダメだよって。でその人が普通バーってさ、白いあのまあバーテンダーやってたら分かるけど、白い布であのサテンの要は高級なさワイシャツとかのピカピカのやつで拭いたりするのよ。でもその人すごいのが、綺麗なさあのスカーフとかを集めてんの、スカーフを集めてんのよ。あのなんつうんだっけ、かっこいいエルメスのスカーフみたいな綺麗な布なんだ。ああいうのをグラス拭く用に何枚も飾ってあったりとか、すげえかっこいいじゃん。それで拭くのみたいな。だからネタを作ってるんだよね。グラス拭くだけでもうネタ振りになってるっていうか。うん。何のためにこの枠やってんのか。いや楽しいから。っていうのと稼ぐため、この枠やってる意味は、俺が喋るの好きなのと俺の話聞くの好きな人が集まってて、であとアイテムもらうためです。はい、ワドツ初見さんいらっしゃい。もう肩肘張ってね、やってないからね。
ああ、そうなんだ。2号さん。あ、嫌いだから詳しくなった。まさに、すごいいい質問だね、87号さん。俺、宗教大っ嫌いなの。で、俺、オタクなのよ、根が。ね、オタクのやり方ってさ、ガンダム好きとガンダム語ってて、ガンダムの話題になってる時、オタクってどうやって攻撃仕掛けるか知らないでしょ。知識でマウンティングすんの。ああ、何々ガンダムかっこいいよね。ところで君、なんとか戦のなんとかに行われたなんとかのキャラクターが言ったなんとかってセリフかっこいいと思わない？っていう攻撃の仕方すんの。わかるでしょ？オタクはわかるっていうはずなの、これ。要は、仏教嫌いだったら、お坊さんよりも仏教詳しくないと嫌な性格なの。わかる？そういう性格なの。風船ありがとう。あ、パフェありがとう。だから、宗教詳しくなりたかったんだよね。ほら、性格の問題ね。どこまでついてくるかじゃなくて、相手の土俵で相手を言い負かしたいみたいう。知識マウンティング系。文化に変えてんだよね。そう。俺は文化は否定しない。宗教を文化まで紹介させちゃってるから。俺が言ってるのは、俗に言う宗教家が気に入らないってやつね。例えうまいと思うよ、俺は。あ、今はまあ、拝金主義になっちゃってるよね。新興宗教どころかさ、仏教も俺は変だと思うよ。普通にある坊さんがベンツ乗ってキャバクラではべらかしてんの見て憎くってどうかと思う。で、俺がその聖書を読んだり、その仏教を調べていく中で面白いことが、イエス・キリストとブッダの言ってることは正しいっていうのが俺の結論の。要は、仏教を知れば知るほどブッダいいやつじゃんってなっていったの、俺は。で、キリスト教もなんだこのふざけたカルト宗教と思ってたの。だって隣人を愛せとかさ、アガベーとか愛とか言ってるけど、世界で一番人殺してんのキリスト教徒でしょ。だけどキリストはそんなこと言ってない。それが面白かった。日本の仏教はね、簡単に言うと、メイドインチャイナの、シンプルに言うなら。だから仏教じゃないの。道教と儒教なの。キリスト教が一番人を殺しただろうね。まあ、神道は嫌いかどうかというよりもアミニズムだから美しいよな。アミニズムが残ってるっていうのがすごいよな。密教とかありえないよね。俺別に密教嫌いじゃないよ。イエス、まあ、イエス・キリストでいいんじゃないの。イエスって言ったらちょっと、神話とかもまあ好きかな。俺はね、清浄仏教本当に好きなの。清浄仏教っていう言い方、清浄仏教っていう言い方をしないはずなんだよ。清浄仏教好きっていう言い方じゃなくて、上座仏教って言い方するはずだと思うよ。本当に好きなら。だから清浄仏教って大乗仏教が言うバカにした言い方なんだよ。俺らはでっかい船だ、でっかい乗り物だって。お前ら小せえ乗り物だって。オナニーしかできない奴らだろうってバカにした言い方だよ、清浄仏教って。
だから大乗の言葉なのよ。要は俗に言われてる清浄仏教の人たちっていうのは自分たちのことを上座部って呼ぶから。イエス・キリストはユダヤ人どころかユダヤ教徒ね。ユダヤ教徒。イスラムはだってイエスが死んだ後にできた宗教だ。愛してるよ。イエス・キリストは宗教を開いてなくてパウロが開いたの。もともとユダヤ教の構想だ、構想だったパウロが開いたの。イエスは布教活動してたのはユダヤ教を広めてたんだよ。なんだろう、モニターが消えるな。すごい練習やってるよ。あ、そうだね、哲学者だね。逆に107号さん、何をもってしてさ、俺がトレーニングやってないっていう判断をしたのか教えてくんない？あなたが俺のツイッターを見てない、 YouTube を見てない、放送を見てないで、あなたはなぜその状態で俺が練習をやってないっていう判断を勝手に行ったのか、俺は不思議でしょうがないんだけど。神様かなんかな。わかんないけど。真羅万象全てを把握していて決めつけができるの、あなたは。なんでそんな判断したの？いや、ライラが喧嘩つつ初めてやった相手、俺でボロボロに論破されて泣きじゃくって帰ってったんだよ。だから俺、ライラは俺に突なんかかけてこないよ。正面じびって宗教を仕掛けてきて、赤っ端書いて帰ってったもん。なあ、みんな。ライラが俺に喧嘩なんか挑むわけねえじゃん。初めてやってボロボロに泣かされるまでやってんだから。ああ、まあでもツイッターとかに動画上げてるよ。一昨日の動画見る？いや、だからまあ雑談やってるのが全てじゃなくて、俺仕事で雑談やってんだわ。なんか誤解がすごくあるけど、やってるよ、こうやって。まあ、見たらわかると思うけど、これ一昨日かな。これ一昨日かな。あれ、映像が動かないな。ちょっと待ってね。動いた、動いた。俺は誰も殴りたくないよ、別に。夜中だと公園だからね。夜中の公園こんなもんでしょ。タバコはやめるつもりないね。中央公園じゃん。
そう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 。ドルさんドルさん。いやドルさんわざわざ来てくれたんだよ。愛されてるよドルさんみたいな。ドルさんは喉を壊してるんだよ。声帯を痛めてるの。いやよく飯食うよプライベートで。これ3分しか動画撮ってないけど1時間半やってくれたかんね。まあまあ練習はこんな感じでやってますね。はい、そうですね、勝ちたいですね。まあ、勝つためにやってるんで勝ちたいっすね。うん、うん、ミットはドルさんのやつで、ただねあれねキック用の分厚いミットだからミートしなくてすげえやりづらかったよ。16オンスで分厚いさ、16オンスぐらいの、16オンスよりも厚いミットで、蹴り用のミットなんだってあれ。パンチングミットじゃなかったから手応えなかったね、正直。古さんは1週間休んでる。配信を。今休んでる。72号しつこいよ、うるさいよ。何が悪いんだよ、花火で生活して。お前に迷惑かけたか。花火で生活して何が悪いんだよ。誰に迷惑かけたよ。ひがみだろ。めんどくせえよ、絡んでくんなよ。何が悪いんだよ。いやもう72号がずっとうるさいんだわ。何が悪いんだよ。噛みついてくんなよ。別に俺とお前他人なんだからさ。アイテムで生活したら悪いの。じゃあフワッチやるなよ。フワッチはそういうサイトなんだよ。アイテムもらって生計立てて何が悪いんだよ。また荒らされてるよ。はい、ワード2。いや、俺はブロックしない。いや、どうだろうね。愛子さんとパコっててもいいんじゃないの。相手すんねん、あんまりにもしつこいからさ。ツイキャスも課金になったね、結局。結局なったね。そうだよ、今ブロックしてないもん俺。
和道、そうだね。昔和道で、今も和道だけど、漢字変えた。ごめんごめん、無視する。いや、めちゃめちゃ大変だよ。配信者、配信ね、リアとしたらわかるけど、すごい大変だよ、配信者って。だって俺1時間半喋ってさ、花火一発も上がってねえんだよ。俺今だから、あれだよ、食えないんだよ、こんなの続いたら。そのプレッシャーの中でやってんだよ。で、なんで叩かれないといけないんだよな、迷惑かけてなくて。いつ寝てんの？いや、寝たい時に寝て、起きたい時に起きてるよ。いつ儲かるか、わからないんだぜ。だから一生懸命喋って、リスナーさんからチップいただいて何が悪いんだよって。じゃあ働けばっていう問題じゃなくて、俺が好きにやってんだから、文句言われる筋合いないでしょって言ってんの、俺は。花火が来ない話じゃなくて。実際大変だよね。水商売だとは思ってないけど、俺は芸人だっていう感覚かな。芸人、大道芸人とか芸人って感覚でやってる。水商売だとは俺は思ってない。ねえ、時給が5000円になったり300円になったりね、大変だよね。もしよかったらアイテムちょうだい。文句じゃなくて、足りないなら働いたらいいのに。いや、働かないよ、食えてんだから。これで、足りないって言ってないよ、食えてんの。和芸、欧州和法とか第三者和法って言っても分かんないでしょ、みんな。和芸です。いや、身になる話じゃなくても上がるとき上がるよ、別に。ハートありがとう。作家やクリエイターは水商売ではないと思うけどな。まあまあまあ、俺の考えでは。水商売って水売る人じゃないの？いや、酒取り扱うって意味じゃないの、あれ。ありがとう、ハートありがとう。ねえ。いや、いつまでも続けたいと思ってるけど、いつまで続くのか神様が決めるんじゃないの。今32。いや、キツネが怖いっつうかだるいよね。キツネは怖いっつうかだるい。なんでこんな叩かれないといけないんだよね。差別用語。いや、全然、普通に米売ってる人は別に何の文句もないよ。毎日やってますよ。5年間配信やってるけど、3日以上休んだことないね。マックス2日だね、休んだ。月に取ったとしても4回休みとかじゃん。いやいや、本なんか出さないよ。買ったれ。あいはどつ。そんな時間ないもん、俺に。
まあまあ大変っちゃ大変だけど、自分で選んでるわけだからね。まあその大変さは自分で選んだことが俺が受け入れるべきだと思うけど、人様には言われたくねえよな。人様には言われたくない。時間あるだろっつってんのがさ、配信で食ってくっていうのがさ、だらだら暇を潰してると思ってんだよ。5分間でも喋ってみろよ、一人で。5分間でも。いかに毎日8時間喋り続けるのがいかに大変かわかるよ。やってないからそういう発想なんだよ。時間がない、ない、あるだろうっていう。仕込みとかもあるんだよ、配信で。いや、普通に俺は仕事だと思って取り組んでるけど。なんで時間がねえって、お前俺かって言いたいの。なんで俺のことを全部分かってる風に言うことができんの。お前俺なの。なんで時間余ってるだろうって。俺めちゃくちゃ忙しいんだけど。いや、アイラがかけてきたんだよ。メガホンありがとう。アイテムありがとう。ねえ、まあまあ、だから食えてるんじゃん。文句あるやつ、トッツかけてこいよ。LINE。俺より喋りうまいんだろ。ねえ、やりたいことやってんだから。なんか今日酔っ払ってたよね、アイラね。いや、俺はおすすめしない。配信で食ってくとか、配信でお小遣い稼ぐっていう人、おすすめしない。一時ちょっと5万10万儲かるかもしんないよ。一発当たって100万かもしんないよ。人生壊すよ。絶対人に勧めないわ。いや、下手にかそってやめるぐらいがちょうどいいよ。それで、あ、配信大変なんだ、向いてないわ、まだいいけど、下手にちょろっと小遣いもらったら一生やめらんないよ。働けないよ。ましてや有名になったり、事件起こしちゃってみ。配信で有名になるの。普通の商売戻るの無理だよ。リスクがでかすぎる。普通に働いた方が絶対いい。寿司は貝も好きだし、光もんも好きだし、赤身も白身も何でも食うよ。貝が好きかな、俺は。俺の人生壊れてるように見える。じゃあ、まっとうな人生って一体何？清く正しくまっとうで、誰が見ても正しいと思う人生って何？ 俺の人生壊れてる？俺はそう思わないよ。 俺は俺らしく生きてるだけだよ。俺が正しいと思うことやってるだけだよ。まともな人生って一体何？それはあなたがまともだと思ってるだけなんじゃないの？なんであなたのまともな価値観で俺が生きなきゃいけないの？俺がまともだと思う生き方をさせてよ。俺はやりたいことから逃げてないよ。ありがとう、135号さん。初見さんいらっしゃい。よ、普通にコメント読んでるよ。ボロ雑巾ってお前よりいいジーパン履いてんだけど、俺リーバイス履いてんだ。リーバイス。ボロ雑巾じゃねえよ。
まあ雑談好きだからな。偉いとかじゃない、偉いとかじゃなくて好きなことやってんの。好きこそものの上手なれって言うでしょ、うん、ありがとう79号さん、おやすみ。今月末給料で花火投げる。あ、ありがとうね、楽しみ待ってるよ。あ、子供の頃から喋るの好きだったね。うん、仲のいい友達とね、まあ嫌いなやつまあ喋りたくないけど、なんかコンビニとかでさ、夜中友達と朝まで食べるとかさ、バイト終わって缶コーヒー一本で粘ったりさ、ファミレスとかでドリンクバーだけで朝まで喋るとかよくやってた。 B 型だね。興味あることっていうかのめり込むタイプかな、一個のことに。でも飽きたらやめるって決めたらやめるし、次って決めたら次って感じ。俺配信会なんて語ってないけど俺がいつ配信会のこと語ったの。初見さんいらっしゃい。つまんねえなら見に来なきゃいいじゃん。なんでわざわざつまんねえやつ見に来てんだよ。暇なの、羨ましいね。やることないの。旅またやりたいね。コメント拾うか拾わないか選んでるからさ、うん、言いたいことあるならかけてくれやいいじゃん。面白いと思うコメントだけ拾うよ。いいよ、振ってよ、ネタ掘り下げるよ、振ってネタ。戦争とはいいお題だね。俺は公共事業説っていう考え方に行き着いて、俺もいろいろね、なんでなんだろうと思ったんだよ。その戦争とは経済だっていう人もいれば、戦争とはイデオロギーだっていう人もいれば、戦争とは宗教だ、戦争とは金儲けだって、みんなその論だ。それってね、だんだん分かってきた。経済に強いやつは戦争を見た時経済戦争に見える。宗教に強いやつは宗教だって、イデオロギーだっていう人はイデオロギー。要は戦争っていう現象をどう捉えるかなんだよ。で、俺それぞれその戦争なぜ起こるのかっていろんなものを勉強した。自分なりに経済、宗教、イデオロギーとかいろんなものを勉強した。でもね、俺がね最近思ったのはね、人間の本能、要はね公共事業だっていう、うん、俺はねそういう風に考えるようになって、戦争は世界ね、世界で何で起こるのかって本能なんだよ、ね、公共事業。俺は最近そういう風に考えるようになった、使うからでしょ。バンバン配信に金かけてるし、毎晩2万3万ぐらい飲んでるよ。2万3万ぐらい飲んでるよ、ヒカルくんとか金梅さんとか。だって配信外もずっと酒飲んでるからね。お酒は俺飲まない、お酒嫌いなのね。俺バカが嫌いなんだよ。
で、酒飲むと人間ってバカになるでしょ。だからバカが嫌いだから酒、自分がバカになるのも嫌だし、お酒自体すごく嫌いな。もうやめた。すごい強いんだけどね、お酒自体は。世界の人口どこまで増えるんですかね。いや、だから人口を減らす本能だったんじゃないの。どんどん自殺していくんじゃないの、これから。戦争できなくなってるからね。だから戦争で人減らしてたんだよ、本能で。俺は日本なんか3000万人ぐらいでちょうどいいと思うけどね。100億人ぐらい行くんじゃないの？おはよう。楽しんでて。おはよう。まあ格差は進んでいくだろうな。やる気出せっつったってさ、いくら喋ったって花火上がんねえのもやる気なんか出るわけねえだろうがよ。やる気なんか出るわけねえだろうがよ。そんなの。手抜くだろう。金持ってない客だったら。花火投げてから言えよ。やる気出すとかよ。嫌でもやる気出すわ。うち前払い制だから、前払い制。そうでしょ。勝手にテンション上がるよ。試しに花火投げてごらん。いや、本音で話すよ、本音で。別に買う後ろめたいことなんかないもん。俺花火欲しくて配信やってんのも。満喫音は今日初絡みだと思ってたけど、前に会ったことあるらしいよ。俺は今日初めましてだと思ったけど。花火ありがとう。匿名さん花火ありがとう。ありがとうございます。いいね。これだよ、これだよ。これじゃないの、みんな。
これじゃないの？ねえ。これじゃないの？来た来た来た。やる気出ちゃうね。ありがとう。ありがとうございます。だってアイテム欲しくてやってんだもん。これでしょ。これがふわっちだよ。緑茶だよ。これがふわっちだよ。違う？みんな。こんなさ、アンチに叩かれてたらもう何にも面白くないよ。やっぱアイテムとアンチ？このバランスだからね。バランス。いやー、俺はアイテム上がったら気分いいから。それ気分良くなったらペラ回るでしょ。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。じゃんじゃん行こう。あー、テンション上がった。たった今一瞬で500円を稼がせていただいたからね。いや、元気出るでしょ。いや、だって500円もらったんだよ。たった1秒で500円稼ぐことできる？ねえ。1秒で500円稼ぐことできるの？できないでしょ。俺はできるの。俺はできる。いや、だって未来は、だって俺枠を割るときに花火30発40発上がってると思うもん。未来は決められてるから。未来は。俺はこの枠の終わり、ニッパニパで終わるよ。ニッパニパで。今日も和道の勝ちかよって。またアンチ黙っていなくなっちゃったよって。なんだって。和道のファンと和道のまた今日も勝ちかって、だってこいつらさ、弱いやつしか叩けないんだもん。稼いでるやつとか叩けないんだもん。弱い人間だから。違う？稼いでるやつが強いでしょ。いや、ニッパニパでしょ。ニッパニパ、ニッパニパだよ。はいはい、おやすみ。ありがとうね。今日は風呂入ったよ。俺は朝起きて風呂入って、寝るとき風呂入るから風呂最低でも2回入るね。最低でも2回入る。天然のポマードじゃなくてジェルだね。ジェル。ネックレス高いよ、これ。高いよ、ネックレス。いくらに見える？高いよ。風呂も入るよ。まあまあ、シャワーだけど。朝シャワー浴びて夜風呂入るね。和道に戻すつもりはないかな。トンちゃんは最近一緒にお風呂入らないね。
湯船はそうだな、どれくらいで入るかな。今だと1週間に1回ぐらいかな、湯船入るの。はい、ワドツ165さん、いらっしゃい。いらっしゃい。いや、別に顔見知りとかいらないけど、店員とのは慣れ合ったりはしないかな、俺は。捨て頃から先のことはまだ考えてないね。どうするか。初見さんありがとう、風船。楽しんでってね。喫煙やめる？いいよ。通常枠に変える？どっちでもいいよ。通常枠にする？俺どっちでもいいよ。どっちがいい？いや、すごいよね。風船ありがとう。だと俺の枠に囲いなんかいないもん。通常枠やる？靖国神社何回も行ってる。通常枠にしようか。じゃあ、オッケーオッケー。じゃあ通常枠に切り替えるわ。アイテムくれてる人が言うからそっちの方がいいみたい。 OK、 じゃあ通常枠いきます。お疲れ様です。